はい、こんにちは。ダグマさんです。今日はレーザーなんですね。レーザーね、皆さんいくつ持ってますかって話で、大体ね、大工さん、僕の周りだったらメインとなる、自分としては一番高いもの、まあ10万、20万するような高級なタイプのレーザーですね。まあ国内産、まあ牧田であったり田島であったりとかいうやつですね。代表されるのはね、まあ、田島が結構僕の周りでは多いかなってやつですね。要はまあ大工さんですからね、超張りかけたりとかね、外で外部での作業やったりね、大金とかね、受光器使った作業とかね、結構遠いところの広い範囲で使う場合で、やはり高性能っていうのが1個1台、欲しいっていうことで、まあ10万円、20万円、まあ、定価20万円以上するようなタイプのね、レーザーレベルっていうのを、まあ、皆さん持ってます。じゃあ、それだけでいいのかっていうと、それが逆に言うと内装に入ってきて、ドアをこう起こしたりするのにはもったいないってことで、まあ、予備機ですよね。予備機としてちょっと安い5万とか6万ぐらい、ね、10万円以下のやつを、まあ、買って持ってるって方がほとんどです。で、僕の場合だったらサイディングとかも貼ったり、外部のね、サイディングとか、もう貼ったりするんで、まあもちろん受光器対応のタイプで、まあ外部も使えるやつってことで、まあ僕の場合はマキタのね、レーザーレベル、これもう15、6年かな、このタイプが出て初めて買ったやつですね。これもだから新発売ですぐ買ったっていうやつを、まあ今でも、長く使ってます。もちろんね、こういう高級のタイプ、まあ17、8万するタイプのやつは、まあ2、3、1年か、まあほっといて1年1回、まあ2年に1回ぐらいはメンテナンス出してます。だから僕もまあ、内装工事、まあね、鉄筋コンクリートの内装工事、大きい現場とかになってくると、その前に一旦、マキタの方に、オーバーホールとは言いませんが、まあ、調整し直して、再調整ですかね、もう一回あの、まあ、メンテナンス出して調整して、そして使うようにしてます。まあ、それで、2年とか2年とか3年に1回ぐらいは、まあ、ちゃんと出してメンテナンス出して使い続けてるっていう感じですよね。だいたいメンテナンス費用っていうのはだいたい1ライン5000円って言われてます。まあ、今は多分もっと値上がりしてるのかもしれませんけどね。ということで、だいたい僕の場合はメイン機種が1台、そして、まあ、予備の、内装で使うドアを起こしたりとかね、するのに使うのが、まあ、予備で使ってるやつが2機種、まあ、マキタのこれ3万円ぐらいですね。で、これが、まあ、去年買った強制の、グリーンレーザーですね。こういうやつですね。これです。はい。で、今回、新たに、ね、加わったのが、まあ今ね、もう海外のレーザーレベル相当安いんですよ。で、今回、まあ、Amazon で、売ってました、ラスグーですかねっていうやつですね。まあ、ちょっとかっこいいですけど、まあ、開けていきます。税込み1万5000円です。はい、税込み1万5000円ってことは、この3機種、まあ強制これ2万円超えてますから、そう考えると一番この中では安いってことです。はい、ね、安い。最近はね、むちゃくちゃ安くなってますから。おかっこいいね、箱かっこいいね。箱が多分今一番かっこいいかな。これ強制の箱なんですけどね。お、一番かっこいいね。かっこいい箱、かっこいいね。うわー、こんな感じです。いろんなやつ入ってんな。これ何、お、外れた。あ、これあれか。おお、あ、クッション性高えな。きちっと入ってるタイプ。これエレベーターだ。そしてね、バッテリー式なんです。これね、この3つは全部単三電池なんですよ。だから単三電池の予備持ってりゃいいけど、意外とない時あるでしょ。で、あ、ねえわ、電池切れたっていう時困るんだけど、なんとこのラスグーさん、ね、ラスグーのやつ、バッテリー式でしかも2本入ってる。やばいっすよ。しかも1万5000円だからね。やばいよね。まあこれ充電ケーブルと、これはあれだね、ゲージだね。これすごいね。これいいね。こう当てれたやつでしょ。照準器ですよね、こうやってね。壁とかにこういうマグネットついてるから。これはいいっしょ。これどう使えるの？どこかへばってかね。ああ、こんな感じでへばって使うんだよね。鉄骨とか。ああ、おい、いいね、いいね。思った以上にいいぞ。で、これが説明書が意外と分厚いんだけど、日本語あんのかな？日本語説明。日本語説明。出てこい。
日本語説明出てこい。日本語説明、日本語、あった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 、日本語説明ちゃんとあります。あります。まあ、おお、で本体ですよね。本体すごい、どうやって出すの。もうピチピチで入ってる。おお、これね、海外の安い、もう4000円とか5000円とかのレーザーってさ、意外とダサいんですよ、見た目が。なんかもう、えっていう、まあ、京セラのことは言えないけど、まあ、ちょっと、まあ、これに似たような、ごつくないっていうね。で、このラスグーさんのやつって、かっこいいんですよ。まあまあ、僕的にはね、僕的にはだよ。かっこよくて、これいいじゃんってなったわけです。しかも安っみたいなね。じゃこれどんだけ光るのか。これもバッテリー入ってんのかな。あ、バッテリーは初期出荷でちゃんと満充でなってる。これ偉いね。うん。俺は満点だよって感じ。これバッテリーはいいね。バッテリー最高。で、これが、おう、どれがオフ？これか？おお、ついた。おお。これもちろんグリーンレーザーですわ。ね、こう、俺に映るかな。こう来るの？来た。ね、こうだよね。俺映ってるね。こう顔が半分折れると思うんだけど。これすげえ、ね。これか。これか。これフルラインナップでね。360度いってます。360度の縦横ですから、もうフルラインですよね。要は、マキタの僕の持ってるやつよりも、僕のやつは、これはフルラインじゃないんです。水平が180度ぐらいです。270度だったかな？うん、ぐらいです。あ、もちろん、回せばいいんですけど、ね、回すタイプのやつは別にどうでもいいかってやつもあるんだけど、まあ、フルラインっていうのはすごくいいですね。これ多分、振り子式だね、これね。これ、すごいな。おめちゃめちゃすげえ。まあこれちょっと今ね、今日はまだ、開封ですから、ちょっと実際に使ってみての感想もね、今からちょっと言いてみたいと思います。今日はね、もうリフォームなんで、今日の現場ぐらいから持っていって使ってみようかなと思います。これを回すと、ほら、上下できる口を入れます。お、ついた。すげえ、めちゃめちゃ取るよ。うわ、だいたい4メーター、だいたい内装で 4.5 だ、5メーターぐらいでこれだから、すごいね。これめっちゃ綺麗に出てるよ。めっちゃ綺麗に出てる。おお、はい、これ実際にやつつけてみました。マキタとラルグーと、そう、これは京セラのやつですね。京セラです。はい、これです。はい、一番下が、まあ、京セラ、一番上がラルグーですね。そしてこれが真ん中の赤いのが、まあ、マキタですね。こんな感じです。まあ、マキタはね、このピンがあったりするのが特徴でね、まあ、どうでしょうか。遠くに来た時に、遠くに来たら、まあ、京セラのやつっていうのはね、ちょっと角度があんまりないんですよ。で、ちょっと位置を変えようかな。ちょっと変えると、こう映るかな。ラルグーも、ちょっと位置が悪かったな。こうですね。こうなりますね。下が京セラで上がラルグーです。まあ、マキタはね、ちょっと赤いのはちょっともう見にくくなってますね、ここまで来ると。こうですね。非常に。ラルグはね、ちゃんと、動いてるって感じですね。はい、このようになってます。明るいね。圧倒的にラルグルの方が明るいですね。これ、精度的にはどうなんだろうね。精度的には、これだから6と15、まあ合ってるな、合ってるね、合ってるな。性的にはそんなに変わらないっていうか、いいですね。はい、まあ間違いないですね。すごい、こんなに違うんだね。
ラインが。まあ、近くで見た感じでは、ラルグーと、まあ、京セラっていうのはあまり分かんにくいっていうか、ちょっと気持ちラルグーの太いかなっていう気もしますよね。で、マキタのやつって赤いんで、まあ、マキタ一番いいところはこの赤のピンポイントがあるんで、ピンがあるんでね、これがね、すごくよくって、日中でも見やすいっていうことなんですけどね。でもラルグーのこれね、こんだけ明るかったら昼間でも全然見えるでしょうね、これね。めちゃくちゃ明るい。はい、ということでね、まあ、2、3週間ですけど現場でバリバリ使わせていただきました。まあ使ってて思ったこと、もう非常に良かったってこと、現場受け最高ってことなんですけど、まず箱がいいっていうのと、ちゃんとしてるっていうのですね。これで1万5000円なのって感じ。バッテリーだけで1万5000円するんじゃないかって感じでね。バッテリーが2本もついてて、まだ未だに初っ端に入れたバッテリーがなくなってません。なので非常に長持ちしてますよね。まあ、使い方もありますけど、僕は非常に良かったです。で、あと、まあ、本体なんですけど、本体も非常に良くって、まあ、デザイン性も良かったです。で、まあ、ライン、ここに今スイッチがありますよね。このライン、このスイッチを真ん中に設定すると、レーザーの固定ができます。これね、固定ができるんですね。レーザーの、ね、固定してますよね。固定してますよね。はい。これができる。で、まあ、振り切ると、まあ、普通に、振り子状態になって水平垂直が出せると、全周が出ますよね。で、あと、まあ、この手の水準器の問題点としては、ここの窓の柱ですよね。四方に柱ありますよね。こういった感じの柱で、こういった柱のところはやっぱりね、影ができます。打った時に、ない部分が出てくるんですね。レーザーがレーザーを照射した時にない部分があったりするんで、そういう時はぐるぐる回してあげる必要があります。はい。あとね、まあまあ、ここにですけどね、レーザーの、まあね、これはレーザーの、レーザーの要は、まあ、まあ、あの、濃さですね、ね、を、まあ、あの、調整するボタンがありましたけど、結局ね、もう、そんなに濃さを調整することはなかったです。あとね、明るすぎるんで、いらないレーザーは消すっていうことはしてました。はい。そして、このレーザー、このね、このラルグーのね、何がいいかと、これについ付属でついてくる、このエレベーターが良かった。これ、本当にめちゃくちゃ便利です。これ、回すと、ここで固定されるんで、ね、ちょっとした微調整ができるんですね。はい。これ、そして、まあ、あのマグネットがついてて、壁にも、このビス打ったら壁にもペッてね、かけれるっていうのがすごく良かったです。これはね、むちゃくちゃいいです。これだけでも何千円するんじゃないかっていうぐらいの、もんですね。はい。箱がね、ちゃんとしてるんで、耐ショック性が非常にいいですね。はい。ということで、まあ、この2、3週間使ってきて、非常に満足する、まさかの1万5000円。もうレーザーってこんな時代なんだって思いましたね。はい。ということで今日はラルグーの 全方向レーザー、ご紹介しました。じゃあまた。